は。こんばんは。こんばんは。大阪天気は曇りぐらいじゃないですか今。今日ライブ2日目終わりました。ありがとうございました。そう、固定するのマスターしました。ありがとうございます。恒例のインスタライブ。明日で人生最後の大阪京セラドームですね。今日振り間違えてた？どこだろう？忘れちゃったの？そうだっけ？今日もお香炊いてます。お香とコーヒーでケアが終わったんで、ちょっとリラックスタイム。いや、寂しいこと言わないでって。もう明日ラストなんだよ。ラストなんだよね、明日が。すいませんね、明日はちょっとシャンプーハットじゃないよ、これただの。ただのハットだよ。ちょっと髪ぐしゃぐしゃなんでケアとかあったんで。ライブ後別に、まあちょっと久々に20日ぐらい空いてたのかな。やっぱライブやるとバッキバキだね。今日の MC はいつもより聞きやすかった。ゆっくりで。京セラに何か思い出ありますか？まあ、どうだろう。京セラはね、いやもうどこもね、ライブは思い出だらけですよ本当に。コーヒー飲んでます。コーヒーといつものちょっとリラックスタイムで、なんだっけこれ、お香炊いて。一般人になって声かけたら答えてくれますか？何を？全然一般人じゃなくても普通に答えるけど、何を答えるの？お、すげえ、なんか天狗みたいな。何これ、すごいね、こんなの。砂糖は入れないですね。 MC 必ず1回噛みますよね。100回ぐらい噛むね。噛むんですよ MC。 別に噛んでもよくね、人間だから。あ、今日はネスの帽子投げなかったね。そういえばレッドフェニックスメンプロネックレスはミラモアですね。カム宣言。もう、あ、スポンジボムね、ボムじゃなくてボブね。
いつも笑わせる人？誰が？俺が？おお、すごいね。ケイスさん好きになったのが7歳で20歳になります。嬉しい。明日はもしかしたらね、ラストなんで、大阪ラストなんで、ヒゲは剃りましたよ。ライブの時は剃るんで。高弘くんのシャンプーは、明日の朝使おうかな。スタジアムツアーに行ってファンになりました。ありがとうございます。大阪全部行きました。ありがとう。いや何？どういうこと？いや何って。口調がきつい気がします。ああそういうし、口調きつい？そうなの？こういう感じなんだよね。話途中でやめないで。まだスポンジボブの話してんの？明日ね、涙出る出ないはちょっと分かんないよね、本当に。今日口調優しい方じゃないですか。そんなんかきついのかな、俺の口調分かんないけど。いっちゃん寝た？どういうこと？人生で初めて一目惚れした方が刑事さんでした。嬉しいね、そんなこと言ってくれて。ありがとう。あー、パウパトロールね。うちの子もいつも見てるよ、パウパトロール。でもね、うちの子は英語で見てるから俺がね、さっぱりわかんないんだよ。俺と話すときだけなんか日本語で喋ってくれるんだけど、他の人にはいつも英語で喋ってるから。パウパト知ってる？俺は知ってるよ。パパと喋るときだけ日本語になってくれる。もうそういう区別をし始めた。区別されてるから俺。パウパトは英語っていうか、あの パウパトってなんかアニメがあるんですよ。芸能界一タイプなの刑事さんです。嬉しいね、そんなこと言ってくれて。ありがとう。まあ俺もそうだね、まあ聞く分にはなんとなくはわかるけど。そうだね、通じひんわって思われてんじゃん。うん、固定面白。そうなんですよ、もうこのインスタがあと1ヶ月半ぐらいなのかな、で終わっちゃうのかな、あと2ヶ月あんのかな、ちょっと分かんないけど、もうすぐこのインスタグラムも閉じると思うんで、こっちのケージパパの方にあの来てください。まあもし見たい方がいれば、もうこっちはプライベートの載せるんで。
そうです、もうこれももうすぐですね、このインスタグラムも終わっちゃいますけど、更新止まってもアカウント残してほしいです。これはちょっと俺はあんまりちょっとよくわかんないですが、今日はピンポン来ないんじゃん。引退したら踊りはちょっとわかんないね、俺も。でも今日すごかったね、満員、大阪は満員だね、本当に。違うのかな、わかんないけど。旦那もケージパパのファッション真似してます、ありがとうございます。まあ俺短パンに T シャツしか着てないけどね。ね、あと名古屋と福岡か、あと東京。ファン歴15年、ありがとうございます。アプリとかもちょっと分かんないですね、俺。今日は私の誕生日おめでとうございます。みんなの顔見えてますよ。高弘くんとのエピソード、いつも飛行機が隣かな、新幹線とか。ケジ君今日少し歌った、どうだろう、いつも歌ってるからよくわかんないな。北海道も来てほしかった、もう残念ですね、本当に。すね毛って剃る？剃ってないですね。今日来ました、ありがとうございます、ありがとうございます。東京絶対再出演します、ありがとうございます、ぜひ。今 BG 制で頑張ってます。今日大輝とは MC 前に、いやなんかちょっと暗くなってたから大輝に盛り上げてって言ってただけだよ。盛り上げなよって、こんな優しい言い方はしてないけど。そうですね、明日楽しみですね、もうラストライブ大阪での、しっかりと目に焼き付けていきたいと思います。甲子園すごいね、甲子園。今日もずっと見てたけど、山口国際勝ちましたね、決勝だよ。いやーピッチャーがテンポいいもんね。ここで野球の話してもあんまわかんないか。こんばんは。山口じゃねえ、下関国際ね、ごめんなさい。刑事さんのダンスが一番好きで、関投手、ありがとうございます。エグラジ面白かったな、あ確かに昔やってたね。仙台育英も作ってよね、明日頑張ってください。今日甲子園行ってきたんだ、いいね。イギリスいいね、イギリス行きたいね。お母さんのコメント読んでください。10年間野球やってました、すごいね。明日京セラ多分最後だと思うけど、ワイン飲みながら見てる、ありがとうございます、いいね。今日のライブ
ライブかっこよかったよ、ありがとう。全力でかっこつけます。ありがとうございました。もうテレビでは俺はテレビの仕事がなければもう出ないかな、わかんない、ちょっと今のところはもうないのかな、もしかしたら。ママとエグザイルのライブ行く夢叶った、おめでとうございます。インスタのターゲットつけとかって見てますか、うん、この帽子の柄はちょっと何の柄かわかんないですけど、パパの方をフォローしてきました。ありがとうございます。パパの方をフォローしてください。あの、見たい方はね、別に見たくない方はもうフォローしなくても大丈夫なんで。プライベートアカウントなんで、こっちは、パパの方は。ニューユニバースのあのね、腕回すとこね、あれ、ちょっと衣装がね、引っかかって回んないんだよね。パパフォローありがとう。明日まあね、こっちのインスタもすぐ消えちゃうんで残念ですが、まあ、プライベートアカウント見たい方はケージパパフォローしてください。二次会終わりました。どういうこと？ケージさんって面白いですね。面白いんじゃん。カツのだるまはどういうこと？あ、ジェルミー、はーい。今日も、昨日も見てなかった？高弘くんは今来ないでしょ、ゆっくりしてるんじゃない？角度によっちゃケンジロウ似てる。初めて言われた。どの角度？ケイさん見て泣いてしまった。引退の延期はないと思いますね、さすがに。その先のスケジュールとかも俺もあるんで。ケイさんってザ男って感じどうなんだろうね、俺もよくわかんないよね。思わせぶり、思わせぶりってどういうことなんだろう。何が思わせぶりなんだろう。どういうこと思わせぶりって。あっという間ですね、長いようで、うん、確かに今日も肌ツヤいいね、うん、悩み事ありますか？悩み事はみんなあるでしょう、う
腹空いてないですか？お腹空いてんだけど、なんか今日飯食えなかったんだよな。なんだろう、なんか刑事が怒っちゃうよ。どういうことだろう。いつもカミカミなんですよ僕は。なんか今日も暑かったね、ドーム。暑かったな。今日食べずに寝るかな。まあでも水分は取って寝てるんで。明日面白い MC お願いしますって。ふざけてたらなんかあれでしょ、なんか最後なのにふざけてたらなんかちょっとさ失礼になっちゃうかも。初めて見る人はさ失礼になっちゃうかもしれないからさ。いや今日暑かったな。スタンドってどこまで見えてるの？全部見えてるけどね。そのスタンドの奥の人から、上の奥の人が見て俺らを見るのと俺らが上を見るのと一緒の距離だから、同じ人間だから。これ何回も言ってるけど、同じ人間だからやっぱこう距離は一緒だよ、見え方は。ただ 1.5 か 2.0 かね。ルームサービスは食べないかな。おもんないおもんないってきついね。それ面白いインスタライブじゃないからちょっとそこら辺は勘弁してもらいたいな。おやすみなさい。もう飽き飽きされてんじゃん。 MC は最後でも大阪が笑いを求めてくるよって。面白いね。視力はね、俺あれなんか手術したから1.23 とか5とか、もうコンタクトはしなくて良くなったんですよ、手術したんで。今日私のこと見えましたか？私が誰だか分かんないんで、一応見えてると思うよ。関西人は優しい、ウケるね。最高すぎて焦点しました。真面目なの泣けてくる。何これ、ライブ車がバッキバキン。そんな気だるい感じでなんでインスタライブしてるんですか？いやこれ気だるい感じっていうか、俺の多分性格と俺の生き方が気だるく見えちゃうのかな。俺こんな感じなんですよ普段。俺こんな感じなんですよ普段。確かに気だるく見えちゃうかもね、俺のプライベートってこんな感じだから。あ、手術の後なんか眩しかったですよ。 ICL、 そう、いつも通りなんですよ。初めて見た人はこれ気だるいって思っちゃうのかな、すいません。あ、鉄板刑事ね、覚えてるよ。明日関西弁で MC しましょう。なんで帽子かぶってるんですか？髪がぐちゃぐちゃだから。最高だぜ。まあ誤解されやすいタイプかもしれないですね。氷風呂入りました。関西めっちゃ好きやで。シャンプーハットに見えちゃう。
こうやったら見られないかな。どこの帽子ですか？シュプリーム。今日最高の思い出になりました。ありがとうございます。今日湿気すごかったね。ほんとすごかった。鏡の高さね。ケイさん面白いのにね、万人受けする面白さじゃないのかもしれないね。眠そう。いつもね、なんかあれなんだよ、眠そうな顔してんの俺。よく言われる、めちゃくちゃ言われる、眠そうって。京セラ毎回暑いよね。なんでだろう。肌ね、めっちゃ綺麗になりましたよ。おでこのシワ気になる。まあおでこはしょうがないよね、もう歳だもん。40代に見えません。もうすぐ43です。頑張っております。頑張ります。私にとって刑事さんのラスト、刑事の字が違うねこれ。示すになってるけど、あの司の方なんで。スタンド寒かったんだ、いいな。ぎっくり腰はもうだいぶ大丈夫です。気持ちの切り替えってどうしてる、何の気持ちの切り替えだろう。今のマイブームちょっと分かんないな。でもマイブームは今やっぱ色黒いとテンション上がるね。なんか色黒い方がいい、なんか夏だから。スタンドも暑かった。パッドライブはもう終わりましたね。肌の色、そう、黒い方がなんかちょっとテンション上がる。明日はケイさんにアピールしてもいいですか？いいですよ。またねぶた行きたいね。そう、肌がね黒いと。まあ美容にはこだわってるかな最近は。シミとか気になるからちゃんとケアはしてる。なんかいろいろバーってつけてパックつけたりもしますね。ヒサロは行ってないです。今日花火大会いいですね。帽子はどこのブランドです？シュプリーム。まあケージパパはいつかインスタライブやります。まだこっちがあるんで、もうこっちもあとね、何回も行ってますが、もうすぐ終わりなんで。仕事終わりました。お疲れ様です。アクセサリーはまあゴールデンでもシルバーでも半分半分ぐらいじゃない？今引退するともうこっちではやらないですね。このインスタは終わりになっちゃうんで。
プライベートアカウント見たい人だけプライベートアカウントに来てください。嬉しいね、タイプなんだ、ありがとう。今日来ました、ありがとうございます。福岡のおすすめ観光地、ちょっと分かんないな。1日水分どれぐらい取る？まあがっつり取るね。今日の MC 大輝くんに何て言ってたんですか？いや、盛り上げればって言ってたの。俺はちょっと今回は MC ふざけらんないんで、真面目に気持ちを伝えたいんで、ファンの人たちにちょっとふざけるのは封印します。僕はちゃんとね、気持ちをね、老若男女言える、それ本心ってどういうこと？本心だよ。それはもう最後だからね、みんなと会うのは。やっぱまあでも、大体同じになっちゃうのかもしれないけど、まあちゃんとね伝えないと。まあ1回しかね来れないファンの人もいるんで、何回も来てる人にはちょっとね、またかって思われちゃうかもしれないけど、1回しか来れないファンの人も、そうだよね、もうお父さんと同い年ぐらいだよ。ね、今日しか来れない人もいると思うんで、まあそこら辺はしっかりね、気持ちを伝えていきますよ。明日は大阪最終日、こんなね大阪6日間ドームでできるのは本当にありがたいですよ。確かにこれ言われると軽くさっぽいね。まあいいんじゃない。でも大阪の人はやっぱなんか昨日もそうだけど、初めての人多かったね、昨日今日。すごいね、満員御礼で。まあアリーナはねめちゃくちゃ楽しめたよね、本当に。レッドフェニックスは近かったし、 MC も楽しかったし、すごいバカやりながらなんかこう楽しかったわ。レッドフェニックスは本当に最高だった。いやー、あんな楽しかったライブないよね、本当に。いやー、今年いっぱいライブやってるよね。アリーナやってドームやれて、ほんと
すごい。生でケイジ君見てみたかったな。ぜひ生で見に来てください。ライブあともう少しあるんで。ね、北海道公演は残念ながらなかったですが、まあね、まあ、来れる。お母さんがシャンプーハットって言ってるの、ちょっとこれシャンプーハットじゃないんだよね。難しいなこれ。こうやったらシャンプーハットに見えないかな。髪がぐしゃぐしゃなんだよ。ケイジさんは娘の初恋の人です。嬉しいね。サングラス似合ってました。ありがとうございます。お香はね、焚いてたけどもうお香なくなっちゃったね。もう一回焚こうかな。セカンドで一番好きな曲は俺レイかな。やっぱレイはめちゃくちゃ好きかも。今日ね、ご飯食べてないんですよ。なんかちょっと暑かったし、なんかご飯食べる気にならなかったな。なんか知んないけど。サングラスって踊ってる時取れないんですか？取れないんですよ。取れないような仕掛けをしてるんですよ。レイいいよね。好きだわ、レイは。荷物俺少ないんですよ、今回。普通にちょっとしたもんカバンで来ました。あれだね、明日の朝がっつり行こう。なんかでも夜食べると、やっぱそれ、こんだけ運動して夜食べると、疲れちゃうんだよね。寝る時とかもやっぱこう疲れて、また内臓がなんかこう、ご飯食べるのは分かるんだけど、なんかすっごいあれなんだよね。疲れちゃうから、もう今日はいいや、明日の朝がっつり食べれば。ライブ中チェケラーって、チェケラーじゃないあれ、ブレイクイットダウンって言ってん。あれは俺がレコーディングもしてるんで、俺が勝手にマイク取ってるわけじゃないんで、あれ俺の声なんですよ、セカンドな。ユニバー昔来ましたね。なかなかコメント読んでもらえない。そうですよ、前にも行ったことあるんですけど、あそこ俺がなんだっけ、マイク取ってるわけじゃなくて、ゲットダウンじゃないよ。ブレイクイット、ブレイクイットダウンって言ってんの。ブレイクイットダウン。ベケダウンって。ブレイクイットダウン。チェ
ケラーじゃないよ。今15歳ですが、ケイジさん大好き。スター・オブ・ビッシュで初めてライブ行ってから大好きになりました。ありがとう。今回4回行けたけど、明日も行きたかったですね。よかったら来てください。スライディングして衣装大丈夫？大丈夫です。今水飲んでます。グッズの再販、ちょっと俺もスタッフさん分かんないね。ちょっとお香でもまた炊こうかな。衣装長袖で暑いよね。来週のペーペー行きます。ありがとうございます。ダッシュしてるけど後で疲れない？疲れてるよ。めちゃくちゃ疲れてるよ。ネスミスさんは何してちょっと分かんない。ネスさんのことは分かんない。俺はもうネスさんのことはよく分かんない。お香はちょっと何の香りか分かんないですね。結構いろんなの買ってるんで。お香の匂い体につきませんか？ちょっと分かんないな。トロサーマンの久保田くんと同級生なんですか？そうです、中学校の同級生です。一緒に帰ったりしてましたね。去年とかは飲んだりはしてたんですけど。パフォーマーコーナー、ケイジさんのパートナーで、ね、毎回取り上げてありがとうございます。セトリ変わってますか？ちょっと言えないですね。私のコメント見て、見てるよ。マイスターで無事に、ん？なんとかや。ちょっと。お酒は最近あんま飲んでないですね。セカンドの曲が一番熱くなる。コメント読んでくれない？
まあ、答えれるやつと答えれないやつ。いいね、神宮花火大会行ってきたんだ。フルクラ時代から好き。ありがとう。昨日今日かな。ライブ終わって焼肉食べて帰ってくる。あ、いいね。今日ライブすごく楽しかったです。ありがとうございました。踊ってて楽しい曲は何ですか。たまにだるそうに踊るのが大輝ちゃん、大阪の上映会で刑事さんの悪口言ってた。なんて言ってた、教えて。それ大輝、あの野郎。教えて、大輝なんて言ってたの。また悪口言ってたの、あいつ。あいつ悪口しか言わねえな。あ、でも大輝この前うちに遊びに来てくれたんだ。なんて言ってたの。でも神宮花火大会雨だったんだ今日。何ライブ、あ、やばいやばいやばい。何ライブ前に隣でフードをかぶると髪型が崩れるって言ってきて集中できなかったって。確かになんかそんなこと言ってたの。あのさ、こうさ、フードかぶるとさ髪の毛崩れるじゃん、気になるじゃん。集中できなかったって。ウケるね。そんなことはないでしょう。喋り方なまってるよね。まあ別になまってる時もあるんじゃん。確かに高弘くんの面プロ、え、もらったっけな。あれ、え、もらったっけな、ちょっとわかんねえ。え、もらったっけな。確かに高弘くんの面プロ欲しいな。もらってないかも。あ、ほんとだ、ケイジパパの固定消えてる。なんで消えるのこれ。教えてくれた人ありがとう。
ケイジパパも見たい方はフォローしてください。固定早くなったね。ちょいちょい使い方も分かってきたよ。確かに高弘くんのあれ欲しいね。あれもらってないかも。ちょっとマネージャー行ってみよう。フォローしてくれてる、ありがとう。プライベートアカウントよかったらフォローしてください。うちのやつはあと1ヶ月半か2ヶ月ぐらいで消えちゃうんで、大阪ライブ楽しいよ。やっぱ大阪じゃなくてもどこでもライブは楽しいよ。嬉しいね、こんなケイジパパフォローしてく、してますよって言ってくれてる人は。ありがとうね。大阪暑かったね。そうです。あとまあ2回引退する、あと2ヶ月ぐらいで消えちゃうのかな、これ。なんで最近いつもケイジパパを固定してるんですよ。まあ見たい方だけですよ、本当に。嬉しいね、こうやってなんかすごい見に来てくれてる人が、いい人たちばっかりで本当ありがたいです。よし、そろそろ終わろっかな。じゃあ明日大阪はね、本当ラストステージになるんで、大阪京セラドームのラストステージになるんで、ちょっと景色をしっかり見て噛み締めながら楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで明日来られる方は楽しんでください。じゃあまたね、タイミングでインスタライブやります。バイバイ、ありがとうございました。おやすみ。